当店では身の上話は品切れ中です。代わりに成功譚はいかがですか？今ならポテトもお付けします。あいつと比べるな。好きであいつの家に生まれたわけじゃない。なら認めなよ、大和坊ちゃん。君は愛されたいんだよ。でも愛される努力はしたくないんだ。そんな自分が恥ずかしいんだよ。だから作品で愛されようとしてる。何が気に入らない？それ以上何が必要だっていうの？ヤマト君、最初からこうすりゃよかった。安心して眠れる。安心して。それ以上俺が間違ってでも優しくして。